もこんにちは、かくすけです。やっていきますよ、セブンのアルメセラ年代記ですね。初めからやっていきます。実はね、一旦ね、途中までやったんですよ。これはね、どうやらこのアルメセラ年代記では毎回ね、一旦ゲームオーバーになったら初めからまた始まることになるようですね。この注意書きの感じではね、記録をロード中ですなんてこったい。ですね、大丈夫だ。名前はかくのすけにします。先ほどですね、やったんですよ。途中までだけどね、ちょっと携帯の名前を間違えましてね、適当につけたんですけど、ちょっと失敗しましたね。別名がちょっと怪しい単語でしたので、じゃあ鳥そぼろにします。これなら大丈夫。鳥そぼろ、さしすせそぼろ、よし、これなら大丈夫だ。決定。いやー、まあ一応でもね、説明は全部読みますよ。我が国の守りが手厚くなることをいいことに、魔物どもめ好き放題やりよって、かつて魔物と戦ったという騎兵隊は今や形ばかり。さまざまな人々の集合である隊をうまく使いこなせるだけの人材はおらんためだ。広く人材を募ってみても、その任に耐えた者はおらなんだ。魔物は相も変わらず町を襲っておる。世はどこに望みを見出せばよいのか。陛下、なんじゃ、また魔物が出たのか。一体どれほどの災いをなせば気が済むというのか、あやつらは。まったくだ。いえ、魔物ではありませぬ。違うんですね。携帯の隊長募集に応じてやってきたものです。これまでと少々様子が変わった若者であります。それで毎度毎度裏切られてきたのじゃ。どうせ今回も考えの甘い世間知らずの類であろう。ですがこの若者、何でも昔の勇者に瓜二つだとか。すでに噂は広まり、都中の民が大騒ぎしております。勇者とな。まあよい、会うだけ会ってみようぞ。はい、はい、ということで入られるがよい。はい、かくすけに瓜二つですね。そのまんまですね。名前はカタカナになりました。確かにこれまでの者たちとは違うものを感じる。それなりに馬数も踏んでおるようじゃな。どうせ他に選択肢もないのじゃ。よかろう、かくよ、そなたに騎兵隊を委ねてみようじゃないか。そなたの仕事は国中の才能ある者たちの力を生かし、王国を襲う魔物を退けることじゃ。詳しいことはその者より聞くがよい。はい、はい、ではあなたの携帯を築き率いるにあたって、留意すべき事柄について説明させていただく。聞きたいことを選んでいただきたい。隊長の任務について、国中より広く携帯の人材を集め、彼らを率いて魔物と戦い、アルメセラの平和を守ることがあなたの唯一にして最大の任務だ。他に何か確かめておきたいことは、隊長の解雇について。王国へのあなたの貢献度が著しく減少し、一定の期間の後改善が見られない場合には、あなたは直ちに解雇される。嫌ですね。またあなた自身が戦いに倒れた際、あなたの後を継ぐべき者がいないと携帯は解散されることになる。くれぐれも注意されよ。嫌ですよね。解雇は絶対されたくない。自分が死んだ方がマシだ。アドバイスの上、初めて発生した事柄についてその都度アドバイスを必要とされるか。これは一応ね、はいにしておきましょう。はい、おしまいです。それでは今よりあなたにアルメセラの平和を委ねる。あなたの騎兵隊はまだ形がない。まずは執務室に行き、人材を集められるがよい。見つかりのお導きのあらんことを。おい、 OK です。
のセリフもちょっと久しぶりなんですよ。しばらくね、しばらくやってなかったんでね。聞くべきことはすべて聞いたか？よろしい。では王たるよはここに宣言する。格助を南条初代鳥そぼろ兵隊隊長に任命する。イエーイ。勇者の武勇と見つかりの導きがあらんことを。相変わらずですね。始まったばかりの兵隊はまだあなたしか仲間がいません。執務室に行き募集を行って仲間を集めましょう。またこまめにリファレンスやヘルプモードを参照すると良いでしょう。ヘルプモードは勝手になんか教えてくれるっぽいので、まあいいんじゃないかな。とりあえずセーブしましょうかね。いやさっきまではねここで終わったんです。さっきはここで終わったんです。あ、これの上に着くのか。最後、ラスボス直前、ラスト直前は残しておきたいので一番上にしましょう。楽しみですね。いやずっとしたかったんですよね。でもため撮りがすごい量になってるから、とりあえず他のプレステの、これを、テールコンチェルトをね昨日届いたんでやったり、あとファースカイですねやったりしてたんですけどね。まずは執務室って言ってましたね。ここ執務室では、携帯に関するさまざまなことを取り扱います。ゲームを開始した当初、携帯はあなた一人です。うわなんて寂しい。まずはメニューの募集で仲間を集めてください。このゲームはね、年代代々継いでいってやっていくみたいで、難しいそうですよ。まず募集ですね。ほい。アドバイス募集。アルメセラの中に出された募集工事に、告示に応じて様々な人々が参じてきます。必要に応じて採用し、また入れ替えを行い、足りない時は再募集をかけるなどして、あなたの携帯を強化維持していきましょう。中には特別なアイテムを持った仲間もいます。リファレンスで確認することと良いでしょう。アイテムなんてあるんだ今度は。へえ、どうやってわかるんだろうな。とりあえず年取ってる人はやめた方がいいと思うんですよね。なんて答え3人じゃん。リッペル、ルッケル、エルウィド。え、リッペルもルッケルももう下がり気味じゃないですか。エルウィドは一応入れておこう。新規募集。はい。あ、これで日付が変わっちゃうのか。120日も城にいる間に各地で魔物が出現したり、それを放置したために町が滅びたりすることがあります。魔物が現れたら出来事一覧で調べることができます。どの土地に出現したのかは全体地図で確認することができます。120日も経っちゃった。大変です。魔獣ガルムがエルンカル・カムルンに現れたとの報告がありました。町壊滅まで3年か。まあ結構あるとは思うけど、解決でプラス3点、貢献度はマイナス 7.56？ あ、放置してたら貢献度がマイナス 7.56、 1年に1回減っていくのかな。さらにアローコとか会長ホルボールがクレルボールに現れたとの報告が入っております。ホルボールか。まあ最初の方は簡単でしょうね。解決プラス3だし。あ、こっちの方が急ぎですね。2年だ。しかも魔獣ガルムがオルボガルボに現れたそうであります。そこら中に魔物が溢れております。この魔物は陣形が3-2-2でないと倒すことができません。いやー大変だ。ガルム3-2-2ですね。じゃあ最低もう7人いないとダメですね。3年のうちにね集めきらなきゃ。お、バルキリーさんいいですね。かわいいね。じゃあ入れましょう。で、戦士さんも入れておきましょうか。年代はね、結構バラバラにいた方が多分いいと思うんですよね。あ、未婚と書いてある。多分子孫が生まれてとか、そんな感じなんだろうな。大変だ。
まず戦士さんは壁になってもらって、うん、ここでは携帯の仲間から実際に戦うものを最大7人まで選んだり配置したりできます。まあ、これは普通の今までと一緒でしょうね。で、疲労度もやっぱりあるのか。ハートがプラス26とは気になるんだけどな。癒しの壺なんて持ってるよ、こりゃいいんじゃない。で、この人は夜の衣、あー、なんか敵に攻撃されにくいとかかな、こうするでしょ。で、ヴァルキリーさんは自分で回復できるからこうするでしょ。そっか、次回復いないあ、違う、こう、いやー、回復がいないとちょっと厳しいですよ。頭使いますね。まあ、じゃあこれは、このゲームは2回ゲームオーバーになったら実況終わりとかかな。まあ、気が済むまでですね。結構長くなりそうですね。一つのこの戦争が何パーとかにね、なりそうですね。うん、やっぱり他のゲームと並行していこうかな。多分ずっと戦闘パートなんで、暇な人が増えると思うんでね。戦歴、全体地図見てみようか。アクラリンド全土の地図です。各地の地名や魔物、情報や回復の泉などの位置を確認することができます。なんだって移動にも結構時間がかかって、途中で情報を得たり回復したりとかするのかな。 L1、L2 ボタンで拡大縮小ね。 OK。 あ、ちょっと待って、あ、縮小、ここにガルムが2箇所に発生してて、これ回復の泉ですね。で、ここにホルボーロが出ていると。で、これがおじいちゃんがいますね。情報屋か。あー、なるほど、セーブ、情報屋ってセーブのことでしょうね。で、今自分はどこにいるんだろうな。あ、ここか。だから1、2ターンぐらいかかるのかな。あー、移動までに時間がかかりそうですね。まずはホルボーロを倒したいので、ホルボーロの詳細見てみようか。うん、はい、詳細。じゃあ負けるだけじゃもが問題じゃないのか。貢献度が全然上がらなかったりとかでもすごい怒られるんですね。今までに増して頭を使いますね。攻撃力は4の2連、うん、8ですね。列攻撃は6、気まぐれに攻撃、回復力は17か。発生日は、うん、1年の121日、あ、121日ってそんなに時間が経ったってわけじゃなく、今が1年目の121日なんですね。うん、1年で貢献度は 8.64 減ります。やっぱそういうことか。で、倒すと得られる貢献度は3 あ、1年も経ったらもう盛り返すことはできませんね。アリアベザカル、うん、形をした怪しげな会長。まあ、ここら辺はこれからは別に見なくていいかな。うん、そっか、連続攻撃してくるのか。とりあえずやっぱり募集ですよね。募集、新規募集、どれくらいに時間かかるんだろう。あ、結構経った。やっぱ120日かかるのか。ちー、やばいぞ。1年何日かな、どうなんだろう。ヴァルキリーさんばっかり来るな。ミニュータイの家系、あー、まだ1回も入ったことないんですね。よう分からんぞ。ヴァルキリーさんがいっぱい来るな。回復役が欲しいんだけどな。まあ、ヴァルキリーさん新規募集またやったら、でも全然いい人がいない。剣術さん入れておこうか。うん、微妙ですね。新規募集、いや、もう1年経った。あ、祝福の日だ。アルメセラでは年に1回仲間の能力が増減する祝福の日が訪れます。祝福の日から次の祝福の日までがこの世界での1年に相当します。この世界の1年は360日です。あ、3回、あ、じゃあもう1年、いや、発生日から、あと1回回したら全部のモンスターから貢献度を引かれちゃうな。じゃあ無理やり行かなきゃね。ピークが、そう、戦士さんがもう下がってるんですね。そっかね。これは難しいぞ。
体調は格付け、今年は何もしておりません。やばい、怒られる。トリソボロ兵隊創設、初代隊長に格付けが就任、それだけ。ああ、いかんぞいかんぞいかんぞ。はい、岸格付け殿が強者ベスト30の第16位にランクインしました。やったね。あ、怒らないで。大変です。巨人オルマグがアクリームアリックに現れたとの報告がありました。巨人は苦しいな。さらにあろうことか、妖霊スラーカがモルファロスに現れたとの報告が入っております。スラーカはまあ、うん、得意だよ。まあ行きましょうか。あ、急ぎを聞いてなかったな。魔術師来ました。魔術師最強で、うん、この人アイテム持ってるな。まあ若い人を取っておこうかな。新刊さんです。よし、まあ早速行きましょうか。今度こそね、ホルボールをやっつけに行きましょう。うん、回復がここにいるからこっちの方がいいな。うん、であと一人回復置いておかないといけないから、うん、こうなって、あー、この人は放置しておこうか。で、現実さんが自分で回復できるからこうしようか。うん、これでいいんじゃない。この人の方がこの人よりも、うんうん、強い。連撃が18だったから、ホルボーロには勝てない。8だったらホルボーロには勝てると思ったけど、ヴァルキリーさんがすごく弱い。守ることができるのはこの人でしょ。いや、この人が防御補助でしょ。じゃあこっち側に戦士たちを置きましょうか。で、この人が間で、現実さん1だって。ダメだダメだ、そんなのダメだ。1はひどい。この人は確実に守らなきゃいけない。15、16、33。あー、まだ大丈夫だな。うん、じゃあこうしましょう。戦士さんは別にいいでしょ。格助が一応守ってあげる。大丈夫、ホルボーロは倒せます、これで。出来事一覧、セーブしましょうか。オプションでいいのかな、それとも王の間に行くのかな。うん、王の間に行くっぽいですね。王の間に行って、はい、遠征、うん、遠征ですね、きっと倒しに行くのは。セーブデータをこれですね。そっか、セーブデータ分けられるなら別に毎回分けてれば負ける前に戻してまたやることができますね。遠征、城を出て仲間と共に魔物退治の旅に出発します。遠征の準備は整っていますか。執務室のメニューの募集で携帯を仲間を集ってから遠征しましょう。 OK です。遠征に出ると申すのか、書くよ。はい、心強いことじゃ。国民も喜ぼうぞ。あれ、国民だったんだ。よろしく頼むぞ、見つかりの導きがあらんことを。頑張る、初陣だ、頑張ろう頑張ろう。こっちの方に、あ、時間がすごい経っちゃう。地図しっかり覚えとかなきゃいけないな。これ魔物が現れました。新しくガルムだ。早いよ、時間経つの。いやー、やばい、3分の1使ったぞ。これは苦しいぞ。じゃあ遠征続けて、てんてんってこう戦いに行ったりするんでしょうね。なんだい、ホルボーロがいるって。ああ、ついに来てくださったのですね。このクレルボルンを助けてください。私たちを魔物の影からお救いください。お願いします、頑張るよ。地図しっかり覚えてないとな。4の2連なので8、大丈夫。8、鉄攻撃は6、8、6、ヒゲまで6、残り332。あ、大丈夫だね、まだ。うん、鉄が6、OK。8、6、1、2、3、4、5、6。まあ、人数はちょっと少ないけど、いいでしょう。はい、戦闘開始。そっか、男女を合わせておかないとダメとかあるんでしょうね、子孫が残るんならね。うん、とりあえず8は確実に残しておきましょうね。うん、攻撃して、キラー、4、4、8、えい。あ、
今回はね、他の敵もついでに倒しに行ったりしないので、別に格付けは結構食らっても大丈夫でしょう。いいよ、オーラが出てくれたら簡単に倒せそう。あ、でももう簡単でしょね。あたー、うん。いいよ。あ、ちょっと弱いな。格付け頑張って。次帰り道に途中で襲われるとかあったら格付け死ぬな、いきなり。そしたらゲームオーバーじゃん。セーブデータの直前に戻ろう。はい、とりあえず倒しましたね。うん、手探りですね。はい、2年目の149日です今。ひひひひ、時間に追われるよ。これでやっと貢献度プラス3でしょ。救援隊の方々ありがとうございました。これで私たちもしばしば安心して暮らせます。ここは砂漠の町って感じですね。携帯の活躍により町は救われました。貢献度3上昇。あれ、あれ、うん、あれが貢献度か。敵にとどめを刺した騎士の格付けどもはレベルアップし、次回復が上昇しました。騎士の格付けどもが強者ベスト30の15位にランクアップしました。誘惑者に操られた放浪者たちに遭遇しました。ああ。お、敵の情報なんて、あ、こんなのあるんだ。誘惑者は無限祭。あ、でもこれを倒して起き上がってきたりとかしないの？あ、これ。冒険者なんているんだ次。攻撃力8じゃん。もうおしまいじゃん。もうダメじゃん。うん、今体力、あ、体力は一応回復するんですね。じゃあ回復の泉は多分あれですね、疲労度ですね。やばいよ、いきなり攻撃で8食らってでしょ。そんなことあるんだ。おしまいじゃん。おしまいだ。うん、バラバラに攻撃してくれることを祈ろう。ということでこうやって、次回復できる強い人がいないんだよな。こうしてこの人守らなきゃやばいんだけどな。あ、影、夜の衣持ってるもんな。ちょっと待って、確認してみよう。夜の衣の、情報。あ、メオロだっけね、これは。夜の衣の情報が気になる。あ、見られないのかな？ぽいね。仕方ない。まあ、最初です。手探りです。仕方ない。でも、一番前に誰かしらいないとな。現実資産ダメでしょう。アーチャーさんなんていたらな。バルキリーさんを前に出して格付けに守ってもらおう。一回目我慢してもらおう。編成終了。あ、逃げるなんてできるんだ。まあいいか。もう一回敵の情報を見よう。これは敵の情報が8、15ね。85、23?15 くらったらもう一発でやられるんじゃない？この人。あ、そうじゃん。もうね、逃げよう。戦わずに逃げます。貢献度が 10% 引かれちゃった。せっかくあげたのに、飛んで帰ることできないよね。それはひどいよ。スラーカがいるな。寄って帰る？魔物が現れました。スラーカね。難しいよこれ。ここにいるスラーカは壊滅まで3年あるか。じゃあ先に帰る子、帰った方が良さそうだな。うわ、こことか遠いよ。これは苦しい。
このガルムを先に倒さないとな。うん、ですね。帰ろう。うん、寄り道はしない。ひぃ、もう貢献度が8とかなってたよ。どうも。遠征から戻ると王様が今回の遠征を評価します。評価は遠征の期間や戦果によって変わります。各遠征ご苦労であった。ただいまより第1回遠征について評価をいたす。心して聞くがよい。遠征中に倒した魔物1体に対する評価です。魔物の強さに応じて評価が変わります。ふむ、クレルボルンを襲った魔物会長レベル1のホルボールを退治したことな。貢献度上がるんだ。ここでも1回の遠征で倒した魔物の強さとその数に応じて最後に総合評価が出されます。報告は以上であるな。うん、1 そういえば1人の入隊希望者は来ておる。後で会ってみるがよい。では今回の遠征の評価はこれにて終了する。各今後ともよろしく頼むぞ。そっか、文句とか言われないんだ。よかった。この台の評価471。ひー、大変だ。まあとりあえず時間が結構いいところなんで。あ、貢献度さだだ下がりだ。強さはちょっと上がりましたね。まあとりあえずできるだけ頑張りましょうね。最初ですからね。それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。